日ごとの過程、2021年2月11日。あなたのような神が他にあろうか、都がを除き罪を許される神が。神はご自分の修行の民の残りの者のに、いつまでも怒りを保たれることはない。神は慈しみを喜ばれるゆえに。未箇所7章18節。 私たちすべてのために、その御子をさえ惜しまず、死に渡された方は、御子と一緒にすべてのものを私たちに賜らないはずがありましょうか。ローマの神徒の手紙、8章32節。神という言葉からあなたはどんな言葉を、どんなお方を想像なさるでしょう。怖い存在。偉大な存在。 遠い存在。友達のような存在。まあ、これ、人によっていろいろだと思います。そしてまたいろいろあってよいのだと思います。今朝の聖書の言葉によると、聖書の中の言葉を通して、ご自身を表明しておられる神は、慈しみを喜ばれる神。許すために、御子イエス様を差し出すほどに、 私たちへの愛にあふれた存在。私たちに必要なすべてのものを提供しようと待ち構え、私たちを生かそうとしておられる神。まあそんなことがこう今日の言葉から浮かんでくるんですよね。今日そういうお方があなたと一緒にいてくださいます。そしてあなたのすべてをご存知であるそのお方が、 その慈しみと意欲的で温かい生かす力で今日あなたを包み込んでくださいます。主よ今日もよろしくお願いします。そういう気持ちを神様に向けること、今日も生かしてくださってありがとうございます。そんな思いを持つこと、それがとても大切なことのように思います。 あなたのような神が他にあろうか。戸がを除き、罪を許される神が。神は、ご自分の修行の民の残りの者に、いつまでも怒りを保たれることはない。神は慈しみを喜ばれるゆえに、三箇所七章十八節。私たちすべてのために、その御子をさえ惜しまず、死に渡された方は、御子と一緒に、 すべてのものを私たちに賜らないはずがありましょうか。ローマの信徒の手紙、8章三十二節。祝福がありますように。